こういうのがきっかけになっちゃうかもしれないよ。じゃあジェイキシブ小袋乗ってください。3年やれば天才になれるかもしれない。痛いね。皆さんミスターピコ知ってるでしょ？あの超有名ロックバンドミスターピコ。嘘、知らない？知らないか、おかしいな。いや、ミスターピコはですね、うちの息子大成がやっている、知らなくて当たり前ね、あのバンドなんですけど、はい、去年、学校の表現祭という学園祭みたいなやつでバンド結成して、みんなでねすげえ頑張ってるんだけど、結構いいのよ。親バカ映像です今回は。でもすごい残念だったことに、今年はコロナでですね、親は見に行けなかったんですよ。すげえ残念だった。アツとかね、泣いてたよマジで。俺よりもっと親バカだから、ものすっごい残念だったから、ちょっとビデオを撮ってきてくれっつってね、って言って撮ってきてもらったんで、ちょっとそれをお見せしたいと思います。まあいろんなところでね、本当コロナの影響が出てきたなという感じなんだけど、イベントごとはねしょうがないよね、残念。はい、そしてミスターピコの表現祭の時の映像を入手したので、ちょっとここで2曲だけ内緒にシェアしたいと思うんですけど、大丈夫かな、反抗期だからね。まあまあまあいいか、ね、シェア2曲だけ。まず1曲目はですね、ミスピ、ミスターピコといえばワンオクだよ、ワンオク。あのタカもですね、大勢の歌声を褒めてくれたっていうことが過去にあったりして、それ以来というか、まあそれ以来ですから、もともとね大好きなんだけど、大勢が、結構まあそれ以来だから、特に熱を持ってミスターピコの中でやっているんですけど、今回はね、ザ・ビゲニングっていう曲です。ちょっとね録音の状態があんま良くないんだけど、でもまあまあ、あ、ちなみにねミスターピコのロゴが変わりました。そしてオープニングの演出とかもみんなで考えたらしいよ。そして最初のオープニングのピアノは大勢が弾いてます。ではどうぞ。Yes.
そしてね、もう一曲あります。本当は4曲あったんだけど2曲だけ紹介するということで、もう一曲はデフテックの曲 One Day with Jake Shimabukuro っていう曲なんですけど、ジェイク・シマブクロってウクレレ奏者のねとデフテックがコラボしてる曲なんですけど、で実はこの裏にはね、シェーンがね昔ハワイにいた頃に遊びに来てくれたりしていて、なんかウクレレを弾いてたのかな、で大勢ちょっと忘れてたな、映像あるかな、確認してみよう。I think he started to like the ukulele. Yeah. よかったね。こういうのがきっかけになっちゃうかもしれないよ。じゃあジェイクシブ小袋乗ってください。まあシェンが遊びに来てウクレレとか弾いて歌ってくれたりしてたこともあったりして、よりデフテックがね大好きになってたんですよね。だからこれもすごい思い入れのある曲なんですけど、聴いてみてください。2曲目どうぞ。してくれますみんな。感じでいかがでしたでしょうか、ミスターピコ。
いいでしょ、いいでしょ、これからが楽しみだなという感じでございます。みんな頑張ってね。山達もジョナも中西も安さんも頑張ってよ、期待してるからね。ということで本日はすみません、こんな感じで親バカビデオでしたが、たかが高校生のライブなんだけど、いろんな思い出が詰まってるなという感じでございます、お父さんとしては。はい、ということで、まあ、Hello for another beautiful day. I'll see you guys later. Bye for now. How'd it go? Good? ビデオ撮れた？見してよ。それ出たら。Okay.